ロー YouTube、今日はですね、参議院の予算委員会で、質問があった際にですね、河野デジタル担当大臣が、スマホを取り出して、それを調べようとしたところですね、委員長からスマホの使用は禁止されているということで、注意を受けて、あ、ダメなんですかっていうふうにして、中止させられたということについて解説したいと思います。自分が外務大臣をその質問された時期にですね、やっていたかどうか、これについて質問された河野大臣はですね、ウィキペディアかなんか多分調べたと思うんですけれども、記憶がまあ定かでない、ね、何月何、ね、何年の何月何日デジタル 大臣やってましたかとかって聞かれて完璧に覚えてる人なんか多分いないと思うんですけど、なので、普通に調べて、やればよかったのに、調べてもダメなんですかっていうのは、それはもう本当にデジタル時代をですね、まさにそのデジタル担当大臣として、デジタル化を推進する立場の人がですね、それをやることに対して、何が問題があるのかと。政府としてですね、DX 推進って言ってるのにですね、参議院予算委員会はスマホの持ち込みも禁止するのか、あるいはスマホでそういった、その業務に必要なことをですね、検索するのを許さないのかって、まあ、アホみたいな話ですよね。で、またそこにルールがっていうふうに言うんだけれども、そんなの、変えろよ、ルールをっていうか、まあ別にこれ別に罰則があるわけじゃないと思うんですけれども、ずっとそんなことをやってるから、示しがつかないというか、子供までですね、そういった精神が、宿ってしまうんですよね。もうルール至上主義というか、その時代に沿ってないルールだったりとか、全く合理的でないルール、そういったもの、例えばだから、よくありがちなのはゴルフ場でポロシャツを、インしてなかったら、なんか、風紀委員会みたいな、エチケット委員会ってのがあるんですけど、もうクソ組織、ゴルフ場のエチケット委員会、クソどもの巣窟ですね、はっきり言って。だってさ、隣でさ、プレイしてるさ、チームに、あの人インしてないっすよ、とかって、告げ口をしてくるわけですよ。ほんとバカ。自分でやってることがバカだっていうふうに、恥ずかしくねえのかなと思います。本当に。ゴルフ場のエチケット委員会、ほんとマジバカ。クソ。本当によくそんな役割やってるわと思って、ポロシャツインしなかったらなんか悪いことでもあんのかっていう、もう要は親父があれ腹出てるのを見せつけるっていうか、腹出て、お前腹出てんじゃんっていうのを見せたいのかな、それとも恥ずかしがらせたいのか、何をやりたいのかさっぱりわかんないんだけど、ゴルフ場のポロシャツインは本当に謎ルール。でも謎ルールなのにそれを守らないとダメっていうふうに言ってしまうエチケットインを何も考えずにやっちゃうやつがいる。で、それが正義で、それをなんか注意することを喜んでるやつがいるっていうのがまた面白い。なんかだからこれ小学校の時から連綿と続く、なんかよくわかんないけど、意味のないルールかもしれないけど、ルールを守ることが正義である、絶対正義であるっていうような考え方、クソみたいな考え方が日本全体を覆ってるんじゃないかなというふうにこれは考えました。ねえ、スマホでね、エロ動画見てたら微妙かもしれないですけど、まあでも国会とか、マジ、ただのセレモニーなの、みんなわかってるじゃないですか。みんなわかってるのに、それをなんかあたかも、これはすごく尊い儀式で、ずっとそこは我慢して、なんか、つまらないけど聞いていなければいけない、意味もないのに、後で議事録見りゃいいのに、その場で聞いておかなければいけないっていうふうに思うのは、多分小学校の、例えば体育会とかで、運動会とかで、無意味になんかつまらない校長先生の、もともと原稿をただ読むだけの挨拶文を炎天下で、黙って聞いて、直立不動で、死後をしてもいけないみたいな、よくわかんない雰囲気で、無意味なことをやらされることに完全にみんな慣らされてるだけなのかなと。だからもう国会なんかマジ暇だよな、あれね。国会やってる間に他の仕事した方がいいんじゃねえのって思いますし、
あそこにいなきゃいけないっていうんだったらね、僕全然リモートでいいと思うし、なんなら、その自分がか、その議事録読んで、それに対して、議事録というか、議題読んで、それにイエスの答えりゃいいわけですから、それのオンライン投票でいいんじゃないのって、で、国会議員しか投票できないわけだから、それで別にいいんじゃないのって僕は思ったりとかするんですけど、もしどうしても出席しなきゃいけないっていうんだったら、スマホからいじらせろよみたいな。その間に公務こなすわ。うん、スマホで全然 LINE とかで公務こなすわ。いろんなことを考えたりとか、いろんなことを調べたりとか全然できる。そういった、すごい優秀な人たちのですね、時間をですね、スマホを使わせないことで、無駄に奪ってるのは税金の無駄遣いでしかないと思うんですけれども、誰かこの状況を変えてほしいなと思いました。今回だから、河野デジタル大臣わざとやったんじゃないかなと僕思うんですけど、彼のような、その責任ある立場の人がですね、よくわかんない意味不のルールをですね、守らなかったと言ってですね、文句を言われることが、こう、世間に批判される、というふうな世の中になればいいなと僕も思っております。だから、もう今回もう本当もう国会議員全員で、あ、こんなバカみたいなルールやってられませんよっていうふうに、いや、いいんですよ。そうするとルール変わるんで、そうするとこう注意してた奴らがバカバカしくなっちゃうっていうか、そういった意味もないルールをですね、のさばらせておくことが、不であるということをですね、ぜひ分かってくれる世の中になってほしいなと思いました。本当にスマホでですね、スマホ予算委員会の時に使えないってのは本当おかしな話でございますということで、デジタル大臣、河野さん、変えてくださいということで、いってらっしゃい。